皆さん、こんにちは。白い変人たちの世界へようこそ。私がダヴィンチの絵の謎解きを初めて早くも3ヶ月ほど過ぎました。私は長いような短いような旅であったと思います。これからも続くが、テーマは無尽蔵にあります。なぜかといえば500年分、いや2000年分の絵画を、いやキリスト以前の絵画を入れればさらに多くなります。ダヴィンチ・ラファエロ、ベロッキオ、ボッチチェリだけでも10年分はあります。私は、YouTube 発信者として全く困りません。人気がないので収入はないですが、それはモナリザに始まり、最後の晩餐の謎解き、アンギアーリの戦いと最後の晩餐の深い関係の発見があって初めて得られたダヴィンチからのプレゼントかもしれません。そして、キリストの洗礼で、ある種のダヴィンチの絵画の謎解きパターンが分かったからです。マリアの恥ずかしい部分を暴いてしまったのは謝ります。反転、貼り付け、50% 透過手法です。これさえできれば無尽蔵です。今までみんなが勘違いしたのは、左右対称とは同じものを右と左に並べることだと思っていたことです。それは間違いではないが完璧ではない。鏡の世界です。鏡も重要だが、真の左右対称は反転&貼り付け 50% 透過で成し遂げられます。ダヴィンチはこれを鏡と両目の錯覚を用い脳内に作り上げる技を持っていました。というか、受け継がれた秘伝の技であった可能性が高い。未だに解明されなかった事実を思えば、ローマンカトリックから必要な身辺調査から逃げ切れたのも当然です。思わせぶりな表現は、その秘密を守りきる彼らの作戦だったのです。意味ありげな背景や、ペトロの右手などです。まんまとバチカンも騙されましたね。私にはダヴィンチの高笑いが聞こえます。偉い学者の方々は負け惜しみで言うでしょう。たまたまそう見えるのだ。お、ロールシャッハ試験だとね。あなたは何かに見えてしまうのだ。お、三つ点があれば顔に見えるのだ。ときっと言う。私には偉い学者はそういうのがわかります。では、モナリザの目の位置、キリストの洗礼のあの衝撃的な美しさ。キリストの洗礼で中央に合わさるキリストの手、岩窟の聖母で現れた聖杯。すべてたまたまそう見えたで片付けられるのだろうか。悪いことは言わないので、研究者はもう一度この手法で絵画を見直すべきだ。そうでなければ、学者は美術館に訪れる観光者とほぼ同じレベルだということになってしまう。給料泥棒で痛いのなら話は別ですが、ダヴィンチの思想はまさに彼の絵画に込められた思想そのものです。みんなが驚嘆する絵自体はダヴィンチにとってはあまり重要ではない。彼の思想は完全なシンメトリーである。しかも左右の対称と上下の対称が不可欠である。紋章で幻和せば、左右上下同じ十字架である。さらに、今までの私の動画を見てもらえればわかるが、仏教的な画像が現れる。これは偶然なのかもしれないが、しかし、セントジェロームの背景には東洋的な建物が描かれている。ダヴィンチは仏教的な思想にかなり興味を示していたのではないかとも思う。大きく言えば東洋的なものである。
仏教の仏像などもシンメトリックなものが多い。仏像の顔などは完全な左右対称が多い。しかし、マンダラはどうだ？砂で描いたマンダラは一見左右対称のように見えて左右対称ではない。最初に置かれた左流の位置が微妙にずれて始まるのである。多分、ダ・ヴィンチのことなので、もしマンダラや仏教思想を聞いたとき、見たとき、自分にはわからない世界もありそうだと気づいたに違いない。仏教用語の、空の世界、無常の世界。私は彼の、リトル・ウィウス的人体図を見てそう感じる。あなたは、目を閉じてあの絵を思い出してください。丸と四角の中に男の人が手を広げているのと足は閉じて手を5を上げている裸の男を思い出しますよね。あの絵は左右対称ではありません。四角と丸もズレがあります。人間は思い込みで幻を作るのです。いや、人生自体が幻だということにダ・ヴィンチも気がついていた。それをシンボリックに表したのではないでしょうか。なので、あの絵は忘れられない一枚になるのです。あの左右対称、上下対称からはみ出した部分に何かがありそうだと気づいていた可能性があります。時は過ぎ、完全左右対称、上下対称の流れは物質的なアインシュタイン的世界へ今は行き着いています。でもそれでも説明ができない問題も多々あります。物質対反物質、ダークエネルギー、ダークマター、いろいろ説明できないものがあります。これを解く鍵は、あの、ヴィトル・ウィウス的人体図にあったのかもしれません。私は全く無学です。大学も出ていません。愚かな人間です。だからこそ、素直にダ・ヴィンチの絵と向き合いました。歴史のことなど全く知りません。ただ素直に見ていた3ヶ月間でした。これからも、そうするだけのことです。人生は楽しいですね。最後にモナリザの微笑みは愚かなる人間を笑っていたのかもしれません。もしかしたら、あまりに人類が愚かなので、顔の筋肉が引きつって、あんな顔になってしまい、泣いていたのかもしれません。人類が愚かというのは正確ではないかもしれない。のんきなのです。あれだけ戦争で人が死に、原爆を作り人を殺し焼き尽くしても、気がつかないのですからのんきなのです。未だに、鳳凰服を身にまとい、真実を見ようともしないのですから、のんきです。でも、良い人ですから安心してください。ただ、のんきなだけです。ダ・ヴィンチ爺さんも、アジアの片隅の爺が変なこと言っているなって笑っているでしょう。私の動画の最後に出てくる山は、爺ヶ岳と言います。私は聖なる山と信じています。今までのまとめをしました。ありがとう。ではさようなら。また会いましょう。